できちゃったんだけど、まっすぐ行かないように今日は左行くよ。舞浜ね、舞浜のところをピューって右曲がってね、近いね、ガッチャンコつないでからさ、まだ15分ぐらいしか経ってない、20分ぐらいか、近いね。でこれさ、これ曲がったところにも山崎さん、山崎さんいるからさ、山崎さん行こうね。そうしよう。あ、ギアが下がるね。さあ、これは間に合うのかしらね。怪しそう。あ、行ける？いけるね。よいしょ。これね、あ、違う、これ左側に行ったのが良かったんだ。なんか覚えてない。あ、そっか、これこっちが右車線だね。左側行けばよかったね。ごめんなさい。ほら、左行くとほら、路中避けなきゃねえなと思って。どこら辺だっけ。もうちょい、まだ先だよね、山崎さん。そろそろ山崎さんなんだけどさ、問題がね、あの辺激戦区だから果たして止められるかどうか、むしろ止められない可能性の方が高い。あ、あ、あ、やった、ラッキー、結構空いてるね。よし、ごめんなさい、この信号の前にね、ここ止めさせてもらおう、ごめんね。バス停だけど、ごめんね、すぐ戻ってくるから許して。あれ、前止めちゃったら塞いじゃうもんね。ここしかない。買ったらすぐ戻るから許して許してね、ごめんちょ、ごめんちょ、ごめんちょ、すぐ戻るからね。よし、 OK、無事買ったからさ、待機しましょう。待機がね、あっちの現場の方入ってっちゃってもいいんだけど、止めらんなかったら嫌だから、どうしようかな。あそこで U ターンしてあそこ止めようかね。いつもあそこ止めちゃう。あ、
この後ろでもいいね、あの人の後ろ。ね。どうしようかな。ああ、でもね。どうしましょう。あっち空いてるよね。ほら、奥空いてるじゃん。ってことで奥行こう。奥行って。しましょう。ここでブリーって U ターンして、よいしょ。あららら、これ回れるかしら。あ、余裕だった。いつもこれ20で来るからさラインをお邪魔します。ね、どうせ1時間ぐらいだから、ね、ここで勘弁してもらいましょう。よいしょ。じゃあとりあえずね、ご飯食べようね。できるよ。さあ、朝ごはんの時間がやってまいりました。待ってないか。今日さ、またほらデイビーさん来てきてさ、まずね、なんか入り口ピンポン入ったらさ、見てこれ知ってる、なんかさ、ふわふわのメロンパンだって。ね、思わず買っちゃった。ね、これいつまでだろう。29だから、3日ぐらい大丈夫だから、まあ今日食べなくてもね、メロンパン。あとね、こないだ非常食用に買った団子、これ食べちゃったからさ。あ、なんか今映った。今見たでしょ。また映った。ね。ダメ。また三色団子買っちゃった。もう一個なんかあの、草餅みたいなやつでさ、きな粉ピピュってかけて食べるのもあって、ほんとそっちにはあったんだけど、それ見たら賞味期限が、なんか今日だか明日だかも言ってたからさ、ね、食べ損ねたら嫌だから、こっちの方が期限長かったから、こっちにした。ね、本当あの、草餅のきな粉かかったやつ欲しかったんだけど。で、あと、これさ、ほら、この間土曜日買って、土曜日取ってないからあれだ。土曜日も結局ほら、同じとこ、行って、ボコーンって切ったコンテナをさ、またガチャンコつなぎってさ、同じとこ行ったからさ、また朝デイリーさん行って、これ美味しいんだよ、これ。ジューシーチキンカツロール。ね。で、土曜日食べなかったから、昨日食べたんだけどさ、よく見たら賞味期限が土曜日で切れてて。でも昨日食べちゃったけど、昨日のね、夕方、昼過ぎに食べたけど、そんでもね、全然美味しかった。ね。賞味期限が半日とか一日切れて美味しいんだから、ね。これ新鮮なの食べたらもっと美味しいでしょ。間違いない。これ美味しかった。これの美味しい。ね。で、今日の目玉商品、こちらでございます。わかんないかな、なんか、チンしてもらったらさ、なんかペラペラになっちゃったんだけど。なんか、あの、ほら、三角のハムチーズパンがなくてさ、もう超ショックでさ、
今日遅かったからね、もう、まあ、もう6時半だもん。だから超ショックで、ああと思ったらなんか新商品ってなってて、なんか明太チーズパンだってね、絶対美味しいでしょ。だからさ、あ、揚げパン買うの忘れたね。なんかいっぱい買いすぎかなと思って我慢しちゃったけど、やっぱ買おうと思って決めたのに買わなかった今日はあの砂糖がついたやつにするかきな粉の方にするか迷ったけど、そもそも買うの忘れた。じゃあ明太チーズパン食べてみたいと思います。おいしい。やっぱりね、間違いない、おいしい。でもね、あー、またビュン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 ってね、油がすごいけどおいしいね。なんかペラペラになってたから見えないかな。明太チーズ入ってる、美味しい、うん、あ、やばい、あ、もういっぱい映ってお化けつけるの大変だからぶつけて消すからね終わりじゃあもう少し待つね、お疲れちゃん荷物ね、詰め終わったからね、今大井戻ってるところ、よいしょよいしょ。ここからブリーって回ってね、北部立教の方からピュー降りて、ん？なんか来たね。コンテナポゴーン降ろし参りますかね。舞浜とかね、超近いピュピューって来れた、ね、なんか今日ね、すごい重いのめちゃくちゃ重い下り坂止まんないし、加速するし、上り坂も超登んない。よし、じゃあとりあえずもうすぐそこだからね、気をつけてまいりましょう。まだお昼前なんだけどさ、まだ11時前、なんか待機場入ってさ混んでるからさ、これ食べちゃおう。ジューシーチキンカツロール、美味しそう。これね、美味しいんだよ、本当に美味しい。昨日食べたんだから。おいしい、ね、このさ、メロンパンもう明日でいいかね今日いらない分かんない、夕方ドハマりしてお腹空いたら食べようね。あ、危ない、危なかった今ね。今週もね、
休館始まるけど、皆さん頑張ろう。おお、あ、やばい、乱れた。やばい、乱れる。乱れたら恥ずかしいからこれで切ろう。終わり。終わり、バイバイ。疲れちゃん。